スタートアップセミナーを各地でやってるんで,で去年はね福岡で急にやったら450人来てくれて今度4月に名古屋でやるんですけど、うん、5月で大阪でやるんですけど、うん、ぜひ一言で言ってください。大阪のアドバイザーやってるしあと福岡もねまた今年中にやりますから、はい、で,でもよくなってますよるんで、うん、福岡はすごいと,と。 あのラジオ局も買収したんですよ。うん。あのエフはい。あ、それはぜひ私出してほしい <laughs> あ。あのね、この間宇宙関係で、フュージックとか。 リッジワンとか、それから QPS 研究所ってこれ、上場してるか上場予備軍でみんな3人来て、はい、で今まで政治とのつながりら全然なかったんだっ、はい、そこはやっぱりローカルでそういうところがあるんで、でだんだん、あのー、慎重だった地銀とかも資金を導入してくれる方向になってきてるから、うん、だから東京飛び越えて福岡はアジアにっていう、その気持ちもすごくあるあ宇宙はすごいビジネスになるんで、そうですね。あの何百兆 世界ですすよわ、うん、かりますそれ一角を占めないとそ<う>でマーケット的にもう一個言うと、うん、北米はアイターっていう武器輸出規制が武器輸出というかそ,のそういったあの軍事転用されるようなものに対しての輸出規制がアメリカはすごい厳しいんですよ。でアイターフリー圏って言ってアイターじゃないところ、うん、例えば日本とか、うん、東南アジアとか、うん、ヨーロッパとかっていうのはまた別のマーケットなんですよね。うん でそこにロシア中国ってなってるけど、もうロシア中国は使いにくいじゃないですか。うん、まあそういう状況ですよね。我々は特に経済安全保障を言ってるから使わない。東南アジアはもうね、うん、全部中国の言いなりになっちゃったらまたそれも。 大変じゃないですか。彼らも結構その辺警戒してますよ。はい。いや、だからすごく僕は警戒してると思うんですけど、うん、そういったところも含めてですけど本日本はね、いいですよね。はい。うん、あ、とかポジション的にはすごくいいす、ね、宇宙産業はいい。だから、宇宙産業だったり、うん、さっきの超電導だったり、うん、まあ、超電導のその応用技術で、まあ、超電導リニアだったり、核融合だったりもそうだし、うん、さっきの光系の技術ですよね。うん、そういったものが、ものすごくこれから日本の、まあ、経済を引っ張っていく、 あと経済安全保障の文脈でいうとだから半導体とかも結局ラビダスがじゃあ北海道に作りますニナノ。でそう2ナノとかまでやる,やるって言ってるわけですからあのね IBM の社長がここに来て IBM の社内グローバル会議でこれから日本に投資するって言うんで去年の夏ぐらいすごかったなって、うん、まあ今でもそうですよ。はい、やっぱり余地があるとそうは言ってもワーカーが優秀だしいい企業もあるしと。 まあ、ワーカーも優秀だし企業もあるし水がいいですよねあそうそれはありますね半導体は水がやっぱり大事なので、うんうん、そうですこれまですごくみんな台湾に行ってきたんだけど台湾のリスクが、うん、あのかなりその顕在化してるわけでいやそれでねあのライさんにもあえて2月に行ってきたんですよ去年のその時に TSMC はもう決まってて PSMC の会長の隣に座らされて、うん、PS の方がもっとその普及品なんだけど彼らも あの大平村に来たし、うん、それからエースが今度来たいになって、うん、エースはもう研究所はあるんだけどねだから後工程の、まあ、あバージョンアップ版っていうこともあってそうすると結構日本も揃うかなと。そただまあとにかくそ,のそういったディープテックスタートアップに対しての、うん、はある程度政府が後押ししないと例えば僕たちがスペース X と戦うって話になったら、うん、彼らは。 ものすごい分厚い政府からの援助を受けてるわけでどのぐらいやだってもう最初にその彼らが、まあ、今僕らもちょっとそれはもらいたいなと思ってるのは、うん、例えばコッツ計画っていうのがあって、うん、これはあの国際宇宙ステーションに何回かその荷物と人員を運べばっていう契約ですけどこれ1,500億円とかそういう規模ですね。うん まあでもあの特に防災とか地震の予測っていう目的が本当に掛けるんだったら、うん、それはいろんなところからパッと今私が考えただけでも何種類かお金出るとかあるよ。そうですね。うん、だまあ我々も我々でそんなその手をこまねいているわけにもいかないんで、ここうん、あの福島の復興補助金系で東北に工場を作ったりとか。うん、あ、それはいいですね。はい、はい。今年、えー、福島県はい福島県あの南相馬です。 一緒だ。はい。南相馬でえー、っともんまっね。はい。はい、連連携協定も結わせていただいてて、うん。あそこはいいですよ。はい。四分の三ももともとあの辺ってそのまあ原発の関係もあったのかもしれないですけど、町、うんま、工場的なものが結構あって、もともとうち発注してたんですよ。あ、そうだったんだ。はい。それで、うん、あの一応我々の事務所も作って、うん、えー、今度その東北工場っていうのを作って るんですけど、ロケットエンジンの部品とかを作る工場を、うん、そこに作ってます。まあ福島のイグソジがね、まだあるし。あ,はい、あのメッセンジャー R. N. a の第一号工場もあそこですよ。あ、そうなんですね。はいうん、え、あのあれですか、あの、あ、ライセンス受けて作るやつ。そう。あ、なるほど。 私はだからあの日本の未来は限りなく明るいと思っていてっていうのはだい大体、まあ、GDP っていうのは輸出から輸入っていうのは最後にくっついてくるんだけども日本の場合はエネルギーを過度にずっと輸入に頼ってますけれども。 まああのペロブスカイトは100%国産化が可能だし、それから今の核融合、はい、これができればまずカーボンニュートラルも必ず達成できますから、<あ>2050年と言わずに。ちなみに、うん、うちのロケットエンジンはンジンあのはメタンを燃料にしたいんですけど、メタンはいメタン牛糞から作ってます。ああそれで北海道いやまいい、ね、たまたまそうだったんですよ。うん、いやたまたまそうで。うん これ、牛糞から出るメタンって、うん、その社会問題になってて、その地球温暖化ガス効果が CO2 の25倍あるんですね。うん、で、北海道200カ所ぐらい処理施設作んなきゃいけないんじゃないかって言われてるぐらい、それ社会問題になってんだけど、うん、うちのその大気町ってところは、牧場がいっぱいあって、もともとあの、十勝開拓の最初の牧場があったところなんです。うん、万世牧場ってあるところで、そこで取れた牛糞からだ出たメタンを、 えー、ローリーで運んで、うん、プラントで純度を高めて99%以上にして、うん、液化して我々の,あのところのタンクに運ばれてうん、うん、まだ打ち上げてないですけどロケットエンジンの燃焼試験をやってるんですけど、うん、その燃焼試験は100%給粉由来のメタンです。でも我々の理想はあの北海道中の給粉をから出たメタンを集めて、うん、でその処理施設からうちのロケット打ち上げ場までパイプライン引いて、うん、これで打ち上げると。 そしたらもうあの地球温暖化ガス効果もかなりキャンセルできるし。 分のでもうそれはだからカーボントレード2027年2035年ってそういうのが全部入ってくるからものすごく有利になるそうですそうですだからカーボンクレジットもらえるもらえるよかなりだからその辺が新たな日本の富になるので今までやってないから純増なんですよ純増それがものすごくいいと思いますだから世界で初めての完全ゼロエミッションロケットっていうふうに言えるんです環境への影響もないわけですよ 要は海に落としても油じゃないんで、うん、ケロシンは油なんで、うん、やっぱあの海洋汚染をしちゃうんですけど我々出てくるのは CO2 と H2O だけなんであの全然あの全然大丈夫なんですけど。 あとその一緒に悪臭問題も解決できるんですよまあそうですね北海道だけじゃなくてやっぱり落地やってるところはそれが本当に頭が痛くてそうでそれをほんまあ何に使うっと発電に使うぐらいしかなくてみんな自家発電に使ってんだけど <laughs> 北海道って電流構ってるんで、うん、あの売電してもあんまりその商売にならないですよね、うん、まあ今フィットとかがあるんでまあだからその北海道と本州のあのね連絡あの少しこう 太くして持ってこれるとか言うけど、まあ、そうは言ったってそれでななんじゃいっって話もあるからね、うん、去年のの月にに安倍派に移ったのそれは安倍さんからの直接の引きで、はい、まあやっぱり1年ちょっと安倍さんに内閣で使えてやっぱこの人はすごいなと思想があるなっていうんで、うん、あの二階さんが引退したら私は安倍派に行きますって言って「おそうだそうだ」とか言ってたら。うん 高市さん擁立事件っていうのがあって、高市さん擁立するって言うんで、うん、で、どうしても私にも推薦人になってくれって話があって、うん、でも二階先生と高市さんは路線が全然違うから、これは拒否されるよって言って、うん、でやっぱり高市さんが二階さんのところ行ったらダメだってことになって、で、でも私は最後やっぱり高市さんに反抗をしたんですよ。うん、で、保守路線でやって、で、それからしばらくして、二、まあ、階派の方を辞めて、 私はちゃんと辞める話をしたんですが、うん、2>, まあ2月ぐらいになったら聞いてないって言った人もいたんだけどまあでもとにかく1年半ぐらい私フリーでいたの<ー>でそれが今回幸いして私は官流問題がゼロなんですよ<ー>だから今あの政調会長代理っていう割と重役をやってますけど安倍派の中でもみんなその関係でやってる人の中で全くゼロなんでやっぱりその集中するんですよ。 討論に出るって言った時に<ー>誰も出さないと完全に欠席3位番で、うん、自民党とんでもないの野党の方だけが1時間しゃべって終わることになるんで4回出ましたね <laughs>、はい、最近結構動きありますもんね逮捕者出たりとかあとはあれ何なんですか結局そのパーケンが売れなかった時の補填用なんですかいや人によって違うんでしょうけど、うん、まあとにかく結論から言ったら買いときゃよかったのうん カいトが良かったらどうして書かなかったのよっていう、もそれにつきますよね。うん。いや、そのやましいとこなけりゃ別にないだけど、やましいことに使ってる人がいるのかどうかは、まあこれから基礎する,って言ってるから。まあでも今お話で、お話でね、うん、そんなに出てきてないじゃないですか。うん、で、まあなんかよくわかんないオフレコの話とかみたいな、いろいろありますけど、そういうので言うと、いや、パーキング売れてる時の分は、売れたなかった時の、 ための補填にも使ってんだみたいなお話があったりして、うん、まあ裏金の話ってなんかいい裏金と悪い裏の金があるみたいな話があったりとかして、うん、まあ実際のところどうなんだろうなって僕は逆になんんですよねでだから実際にはカツカツであの地元で秘書を雇うのにも必要だったとかね<ー>そういう人がほとんどだと思うんですがただあまりにも金額が大きいかどうかで引くのっていうのはまさに。 あの私も税務署長やってましたけれどもその結局修正申告とか重加算とかどのぐらいって金額なんですよ。で1円でも間違えたらじゃあ名前が出るのかってそういうことはなくて大体億単位とか、うん、あるいは4,000万とか何段階かあるんですね。それと同じような処理を今しようとしてるんでしょう建物は。だから僕もそういうふうに思ったんですけど、うん、すごいですねやっぱ SNS 時代って、ええ。 その、週刊文春とか、週刊誌の力がブーストされてて、うん、要は、昔だったらそんなに、せいぜいテレビでちょっと扱われるぐらいで、うん、そんな拡散しなかったのが、うん、今その、ね、火種、うん、まあ大したことない火種で,でもドンで投下したら、ブワッと盛り上がって、うん、で、例えば一番多い人で5年で4000万円台ぐらいでしょで、1年で言うと1000万切るぐらいなんだけど、これ例えば税金のね、 その修正申告とか、うん、あの脱税とかの話で言ったら、うん、まあ、重加算税とか。そうですね。今までだったら重化ですよね。重加ぐらいの感じじゃないですか、うん。名前が出て貼り付けの刑ではないよね。ぐらいの感じなんですよ。そうそうそう。だからそう、あの、告発もされないんで、うん、いや金額、いや、金額でキャップ決めてんですよって話を僕当たり前のようにしたら、 それはおかしいみたいな話をされて皆さんそれは知らないですよね。知らないですね。ねで,でもね、こういう人が面白くて、うん、<laughs> なんかたまたまなんかの授業で当てて儲かって、うんあの、脱税したりするんですよね。<laughs> で、あ、マルサが来たみたいな話になって。知らなくてっていうのはありますよ。うん、いや、だから最近だったらなんかパパ活とかでね、あ,<ー>あの、とかギャラ飲みとかで <laughs>、 まあ、確かにそうですよね、まあ、それ入ったものをどう扱っていいかって知識もないわけだお,おととしぐらいにギャラ飲みね,ねギャラ飲みサイトにいきなり税務署入ってってかそれ入,るわ入ってきてで全部調べられてで上位の悪質な人から告発されていったっていうでもそれすごいんじゃない当然億単位行ってる人もいる、ねうんじゃギャラ飲みだったらすごいね はい、あ。いや、うん、なので、そういうのも含めてですけど、明日は我が身ですよっていう、その、金額でキャップを決めてるのは、それは、あのー、ね、何でもかんでも摘発してみ、みんなね、犯罪者にしてたら、それ大変じゃないですかと。 ななあ特にあの<て>本当にやっぱり経費に見るかどうかとかって、うん、また所得の種類とかってやっぱ分かれることもあって国税も負けるとき結構ありますからあそれを考えると見解の相違でいけるところっていうのはあんまり巨額だったらやっぱりそれは間違えるのかよっていうのはあるからそこですよね、うん、最近は、まあうん、そ,そういうことなんだよっていうのはやっぱ SNS の民はそんなに知らないんですよ。 でも堀江さんが今こうやって言うとそれは少しわかるかもしれないね。はいうん